ちらもシリーズ、ウルトラマンのやつ、出たんだね。ウルトラマンもね、もちろん今回楽しみなんだけど、俺ガボラとネロンガがさ、めちゃめちゃ、このダブルが楽しみで。空想特撮ジオラマ、新ウルトラマン編ということで、ウルトラマンの登場、ネロンガ、方向、ウルトラマン、臨戦、で、ガボラ、進撃の全部で4種類になっておりまするということで、早速開封して、ウルトラマンシリーズはいつも、レベルが、クオリティが高いからね。すごい楽しみだわ。あとはテープで止まってるから、1、2、3か。この3箇所を切りまして、パーカリス主号と開けると。これさ、ワンボックスコンプだよね。間違いなく今までワンボックスコンプだったんだけどさ、なんか、これ書いてあったっけ、いつも。商品の特性上、同じものが続けて出たり、全部が、揃いにくい場合が、パッティングがありますので、ご了承ください。怖いよな。全部で揃うのにやめてほしいわ。全部揃うはずなんだよ、これ。ワンボックスで、全種揃うはずなのに、こういうこと考えてほしいよね。まずは右下から行きましょうか。この、開けて右下。全部揃うから大丈夫。前も書いてあったと思うから、いつも書いてあるんだよね、あれね。揃うくせに。ネロンが方向、ウルトラマン。いや、登場かっこいいね。細いか、やっぱエヴァンゲリオンチックな感じがあるよな。この細い長身で手足が長いっていう、ウルトラマン登場。で、臨戦、シャーンで、ガーボラ進撃。素晴らしいクオリティになってそうだな、今回の、プチラマンシリーズも。それでは、早速開封して、見てみましょうか。今回のプチラマン、ウルトラマンのね、プチラマンシリーズだからね、すごい楽しみだな。どんな感じのクオリティになっているのか。パカリス主号と。開けまして、一発、ああ!ガボラ進撃だ、一発目。右下ガボラ進撃だった、これ。ガボラ進撃。すげえ、ここメタリックカラーじゃない?メタリックカラーだ、ボディ、ここ。紫がメタリックパープルだ、間違いなく。袋越しでもわかる、この迫力。ダダーン、メタリックパープルのカラーを。おお、すごいっけ、見て。メタリックやつ、造形もすごいね。このドリル感あふれる造形。たまらん。今回ウルトラマンよくさ、ネロンガとガボラがすごい楽しい。すごい楽しいんだったね。絶対これ欲しいなと思って。すげえ細かくこの、ゴソンガフェイス見て。細かーく造形とペイントされてるよね。素晴らしい。さすがプチラマンシリーズ。で、パーツを取り付けまして、ガチャコとね、パーツをつけて、それからボディの方に接続。するということで、おお、ガボラ進撃完成。もうこれだけでもめちゃめちゃかっこいいね。いや、ほんとメタリックカラーがかっこいいね。メタリックカラー分かんなかったな、箱のやつじゃ。これここじゃ分かんなかったけど、メタリックだ、ほら超輝いてるメタリックで、あとは台座にセッティングすれば、もう臨場感あふれるディスプレイで飾ることができると。うお、すごいね。おお、さすがプチラマシリーズ、見てこのクオリティ。ドド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 、かっこいい、迫力あふれるディスプレイで飾れるんだね。これが今回のガボラ進撃ね。プチラマンシリーズのガボラ進撃。すげえ、進撃のガボラ。進撃のガボラ。真正面かっこいいね、これね。真正面ね。ギューこれは生かすわ。次ネロンガ、ネロンガ見てえな。並びたいね、早速ね。置いてみるとこんな感じで。いや、なんかでかいな。で、プチラマシリーズそんな大きいシリーズじゃないはずなんだけど、すごいでかく感じるわ。幅があるからかな、めっちゃでかい。で、次右上ね、ここの右上の、表ネロンガか。これネロンガ方向じゃないか、すげえ重たい。間違いないわ、これ。ネロンガ方向だわ。間違いなく、ネロンガ方向に。なりまするでる。はい、ネロンガ方向だ。すげえ出たわ、ネロンガ方向。右半分全部、あれだ、ウルトラマンじゃない。ネロンガと、うわ、ガボラし、すげえネロンガ方向。このエフェクト部分が、あれだろうな。重いんだろうな。ネロンガ、きたー。うおー、細かい作りですなー。ネロンガの、うわ、ここいいね、ここね。造形。たまらんクオリティになってるわ。で、こっちちゃんとね、足があるようにさ、こう、黒く、中が黒くちゃんとなってる黒いパーツが入ってて、
足がちゃんと入っている、こういう風に、おそらくつうかこうだよね、こういう風にセッティングした時に、こう足がちゃんとあるように、黒いパーツが入っているんだよね。このパーツが入っていることにより、足がちゃんとありますよと、入っております。おー、すごいなー。まずは、こう双眼フェイスつける前に、このエフェクトパーツを完成させてから、うお、思ったこれね、メロン、だあの、これた、振って重みでわかるわ。メロンガは。メロンガ方向はもう、振ってわかる。ぐわーこう出てくる感じがいいね。シューラーで、ご相談ですがね、さらにあの、袋に、入って、袋の中の袋に入って守られておりますので、このご尊顔フェイスを取り出し、まずはご尊顔フェイスの前に、どう？おお、向き合ってるよね。一応な、穴の形で決まってるから入ったってことは合ってると思うんだけど、すげえ迫力だわ、ネロンが。おーっと、ぐーって、ネロンがね、ご尊顔フェイス。ご尊顔フェイスを、ここに、いや、ちょ、やべえよ、みんなこれ、マジで。ネロンが今回ナンバーワンじゃねえか。うわ、かっこいい！ネロンが方向へ。思った！めちゃくちゃ重たいよ、ネロンが方向。いや、でもやっぱり、ね、こういう細かいところ好きだわ。足がちゃんと入っているように見えるように、で、足実際入ってないからね。入っても見えるように、黒いパーツがここにあって、足があるように錯覚するもんね。ほら、足が。ブーで、クリアパーツ。すげえ！ガボラ進撃に、ネロンが方向、ブーかっこいい！見て、このダブル！すげえ、このダブルをディスプレイ、ダブルディスプレイできるんだもんね。いや、嬉しいな、超かっこいいわ。特にネロンがすげえ気に入った。ネロンがガチ。この重量感も最高だし、あとで、やっぱでかいと迫力があるよな。全体的にでかいんだよ、作りが。最高だわ、ネロンが。で、残り次、ウルトラマン、あのダブル、ウルトラマンだよね。残ったやつ、二つ。左は全部ウルトラマンで、まあ、登場からの臨戦がいいな、できれば。登場見てからの臨戦が良くない？順番的には。まあ、どっち来てもいい。やっぱコンプだよ、これ。間違いない、ワンボックス。いや、あのなんか、G 見たら不安になった。なんか毎回見てる気がするんだけどね。あの G ね。あの G。不安になるよね。で、これが、あ登場だね！これ突っ立ってるやつだ。登場。おー、細いなー。なんか勝てそうな感じで、あの、実際だったらさ、このひょろがり、バンバンで勝てるよな、マジ。実際のこれが人間の体型だったらね、でもウルトラマンだからでけえからな。ひょろがりでもこれ、おー、新ウルトラマン、ダダーン。そしてあの下のジオラマもね、この、ここに設定するんだね。ウルトラ、道路がこれだからね、道路。で、これ、なんつったら桟橋か。桟橋がこの大きさ。これ見る限りウルトラマンがどれでかいかわかるよね。こんなにでかいんだぜ。ウルトラマン。もうビルじゃねえか、ビル。でけえ。すごいね。このジオラマセットでいいわ。下が普通の台座じゃなくて、ちゃんとね、ジオラマ、一体感があるもんね。こんなにでかいウルトラマン。こういう比較対象物があることによって、ウルトラマンの巨大さが際立つから、やっぱこういうのが大事なんだよね、ジオラマね。道路だぜ、これ道路。道路がキキーって通って、でけえってなるもんな。人間サイズだったらガリガリだけどさ。ガリガリ。いや、ウルトラマンこのサイズだからな。どっちしても俺たち人間じゃ勝てねえ。かっこいいわー。これがウルトラマン登場ね。つうことは、残り1個、臨戦だ。最後は臨戦。やったぜー。よかった、コンプできた。間違いない。もうこれでコンプできないってことは、あれ？ちょっと待って、ちょっと重たい感じすんな。まあそうだよね。台座とかもちょっと分厚そうだから、まあ重たくはなりそうな感じが。ウルトラマン自体は変わんないと思うけど、最後の、一箱、ウルトラマン臨戦体制のね、臨戦を出して終わりましょう。はい、コンプリート。よかった。ちょっと怖かったけどね。やっぱこのシリーズワンボックスコンプだから、文字書いてあったとしても安心して大丈夫だと思うわ。今までワンボックスコンプできなかったことないもんね。これ未開封で。未開封のやつではないと思うから。いや、かっこいい。しちゃーん！臨戦、ウルトラマンどう？うわー、かっこいい。すげー。ちょっとご尊顔フェイスがな、グレートっぽくない？ウルトラマングレートっぽい。いやーでもどうだろうな、ご尊顔、いやまあ腕はウルトラマンか。ウルトラマンだな。いや、かっこいいね。臨戦体制の、ウルトラマン臨戦体制、ダン。で、これももちろんね、下にジオラマがあるので、まずはウルトラマンの前にこちらをセッティングしてから、
ウルトラマンの足をね、このくぼみに、ここにセッティングして、あ、もうちょい入るか、もうちょい奥かな、こんなもんかな、こんなもんだね。おお、これがどれだけでかいか伝わってくるよね。俺たち人間だってこんなもんちょんじゃん。しかしウルトラマンはこんなに、じゃあでかいという、うおお、さすが俺たちのヒーローのでけえな、ウルトラマン。すげえ、臨戦、臨戦態勢のウルトラマンです。戦いに臨め、ウルトラマン。シャー、かっこいいな、この独特の可愛いがいいよね。ウルトラマンのね、すごい、こう比較することによってデカさがこう伝ってくる、ジオラマのいいとこだよな。これ単体じゃわかんないんだよ。ほらほら、まあでかいのは俺たち知ってるからさ、でもあればより大きさが際立つ、この素晴らしさ、ジオラマの、プチラマのいいとこだよな。プチラマ素晴らしかったわ。臨戦体制のウルトラマンであると、こっちが登場でこっちが臨戦体制と、やっぱ臨戦体制の方がかっこいいな。登場だ、突っ立ってるだけだからなんか笑っちゃうよね、ぬーってなんか突っ立ってるだけやっぱ臨戦の方がかっこいいな。じゃん、ウルトラマン、いや最高だった。ということで、これがあの今回のプチラマ新ウルトラマン編の全4種。最高のクオリティだったな、ウルトラマンも。俺的には今回あの、ガモラとネロンがゲットできれば良かったんだけど、ウルトラマンも良かったの、ゲットできて。超かっこいい。ワンボックスでゲットすればコンプできるから、間違いなく。これコンプできなかった人いる？いないよね？絶対いないよね、3日行くのワンボックスで。いや、なんか箱に書いてあったから怖かったんだけど、ね、さっき読んだみたいなこと書いてあったから。でも大丈夫だと思うから、あの、コンプしたい人はワンボックスゲットして、コンプした方がいいと思う。多分できないことないと思うから、でも 100% じゃないかな。でも書いてあるってことは、同じの出ることもあんのかな。いや、なんか怖いよね、そう考えるとね。確実にワンボックスでコンプって言いたいんだけど、ちょっと言えないかもしれない。でも、俺は今まで 100% だったはずだから、多分大丈夫だと思うんだよね。それではでは、また次回、次ね、このウルトラマン、プチラマのウルトラマンシリーズの第2弾の、開封レビュー動画で終わり、あ、つか、2弾出るよな。2弾、1弾で終わるってことはねえやろ、きっとな。大抵こういうの続くから、次の2弾も楽しみに待っていましょうということで。いや、いいね、この登場のぬ。なんかちょっと笑う、マジで笑っちゃうけどな。進撃ね。進撃のガブラ。ウルトラマン臨戦、じゃあって、方向。うわー、ネロンガの方向がいいね。最高のクオリティだったわ。ネロンガ方向。今回はこのネロンガをね、俺的にはナンバーワンだね。俺的ナンバーワンは今回このネロンガ。最高だね。この口の開き具合もめっちゃ開いててかっこいいしね。ガーッと画面の揺れを感じるわ。かっこいいなー。素晴らしい、これネロンガ方向。ガモラ進撃も良かったんだけど、ネロンガ方向が今回ナンバーワンだなー。